スタート。はい。患者さんの担当連絡がありました。はい、最終発症時間から約30分、左肩麻痺断定の担当依頼です。はい、はい、もしもし、今日救急やってる小池ですけれども。あ、お世話になります。平塚消防救急隊の風間と言います。先生、70歳の男性で脳卒中疑いの患者さんの搬送依頼になります。患者さんの状況を、教えてください。はい、9時半に突然発症の左半身麻痺、一緒にいた奥様が目撃して同乗になります。バイタル言っちゃっていいですか。ですもはい、お願いします。気道は開通、呼吸が18回、サチュエーションは96、ハートレートはレギュラーで60回、血圧は左右差なくて125の76、JCS は0、左半身麻痺、CPSSF 陽性にあります。以上です。はい、そうすると、TPA の適用になる可能性がありますね。じゃあ分かりました。できるだけ速やかに患者さんを搬送してください。はい、伺います。はい、じゃあ高橋さん、感染防御、それから救急室の準備、CT 室と、それから、脳神経のオンコールの先生の連絡をお願いします。はい、わかりました。あ、オンコールの黒島先生に連絡取れました。はい、あ、もしもし、黒島先生、今日救急の日直やってる小出なんですけれども、TPA の適用の可能性がある患者さんの、受け入れ要請があったんですけれども。発症時刻からどれぐらい経ってますか。今50分ちょっとですね。はい、 CT は撮影して MRI や造影 CTA の準備もお願いします。それから TPA の緊急事項がないか、患者さんが到着したらチェックしてください。 CT で脳出血の所見がなければ体重を測定し、 TPA と高圧剤をそれぞれ使用できるように静脈路をツールと確保してください。特に左麻痺の場合には血圧の左右差の確認、胸部から頭部の造影 CT で 3D 血管撮影を行ってください。脳血管撮影室も準備お願いします。私もそちらに向かいます。わかりました。先生、患者さんが到着しました。はい、ピーポーピーポー、着きました。到着して今狩猟に移動します。ガラ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 。はい、じゃあ動かしますか。はい、じゃあ動かしましょう。じゃあ食器が安定しているということで、伊藤さん移しますよ。じゃあ処理室に行きます。せーの、よいしょ。はい、じゃあお願いします。はい、はい、ここまで来ました。はい、わかりますか。はい、はい、じゃあ JCS は一桁ですね。軌道はい、呼吸脈拍、ABC はいいですね。そしたらですね、高橋さんね、バイタルとサチュレーション、それから血糖測定、静脈路の確保と、検査は、採血ですね。はい、血栓成果凝固でお願いします。はい、わかります。で、マスター、血圧右が140の80で、左が133の72、脈拍は57回、体温は36度で、呼吸数は16回、サチュレーション 96% です。はい、血糖も出ました。はい、はい、122でした。ルート確保と採血も OK です。はい、そしたらですね、わかりますね。そしたらですね、ここはどこだかわかりますか。病院だと思います。はい、今何月かわかりますか。9月。はい、私が誰だか分かりますか。お医者さんだと思います。はい、右手を動かしてみてください。はい、そうしますとね、 ECS は、これで、1と、それから GCS は E4V5M6 ということで15点です。そうしましたらね、ちょっと眩しいですよ。瞳孔は、4ミリ瞳大で、対向反射は迅速です。ノーヘルニア兆候はありません。そしたらですね、授乳道取っちゃっていいですか。そうですね、じゃあ心電図お願いします。はい、心電図見ましたけど、気外収縮がありますけどね、同調時ですね。じゃあノーヘルニア兆候もないですし、あ、先生、CT の準備できました。はい、あ、そうですか。はい、じゃあもう一度バイタルサインお願いします。はい、わかります。出ました。血圧が170の90で、脈拍が80回、呼
球数は15回です。はい。じゃあ患者さんを CT 室へ搬送してください。はい、わかりました。行ってきます。来ました。あ、ご家族の方も到着したみたいです。はい。じゃあご家族にですね、患者さんの今までの病歴とかちょっと確認していただけますか。はい、聞いてきます。聞いてきました。10年前に脳梗塞やっていて、他に高血圧と脂質異常症、緊急性の心筋梗塞があって、高圧剤とクロピドグレルを内服しています。抗凝固薬は使用してなくて、アレルギーはないです。CT も。はい。はい、ファイルありますかね。クリアファイルと。はい、じゃあ、ちょっと欠けちゃってますけど、これが CT ですね。はい、CT では特に脳出血はないようですね。はい、ありがとうございます。そしたらですね、高橋さんね、造影 CT と MRI の、説明同意書と、それから TPA の、緊急事項の、チェックリストと、それをご家族に見ていただいてですね、はい、そして、静脈のね、もうワンルートを確保してください。はい、わかりました。はい、そしたらですね、これから、NIHSS をやります。覚醒は良好ですね。では、先ほど月はね、正解でしたので、伊藤さん、年齢はおいくつですか。70歳です。はい、そしたらですね、目を閉じてください。はい、目を開けてください。はい、手を握ってください。はい、手を開いてください。はい、結構です。では、私の指先を見ててください。頭を重ねて目だけで折ってください。あ、左の中止制限がありそうですね。はい、そしたらですね、右手で右目を覆ってみてください。はい、結構です。じゃあ私の目を見ててくださいね。そしてどっちの手が動いたかおっしゃってください。左、右、右。はい、結構です。じゃあ今度は右手で左目を覆ってみてください。じゃあ私の右目を見ててくださいね。じゃあまたどっちの指が動いたかおっしゃってください。左、右、右。はい、結構です。そしたらですね、私の、指先を見てね、おでこにシワを作ってみてください。はい、これは大丈夫そうですね。じゃあちょっとマスク下げさせていただきますので、口をイーってやってみてください。はい、結構です。目をギューッと閉じてみてください。はい、これ、左目少しやりにくそうですし、左の微振興浅くて口角も下がってますね。はい、結構です。では、今度はですね、右手をですね、この位置で、10秒間ね、しっかりこの位置に保ってください。離しますからね。1、2の10。はい、結構です。じゃあ今度は左手をね、この位置で保ってください。はい、離しますよ。10秒間ですよ。1、2、あ、だんだん下がってきちゃいますね。はい、結構です。じゃあ今度は右足をですね、この位置で5秒間保ってください。はい、離しますからね。はい、1、5。はい、結構です。じゃあ今度は左足で同じことをします。5秒間ですよ。はい、1、5。はい、これもゆっくり下がってきちゃいますね。はい、ではですね、今度はですね、私の人差し指に、伊藤さんの人差し指を触って、鼻に触って、指に触る、これ繰り返してみてください。はい、お願いします。はい、結構です。では、このご自分の膝のお皿をかかとで持ってですね、こうして触った後、すねの肉から沿って、内側に沿ってくっつけたまますーっと滑らせる。この3回やってみてください。はい、お願いします。1回、2回、はい、3回。はい、結構です。左側ちょっとね、麻痺があるので、やりませんが。ではですね、今度はですね、この
爪楊枝で、この触った感じ、右も左も分かりますか？はい。こちらも分かりますか？はい。これ違いはありませんか？左がちょっと弱いです。はい、結構です。では、今度はですね、この、ここの、絵に書いてあることをね、ちょっと説明してみてください。皿を拭いている、水がこぼれている、窓が開いている、クッキーを取ろうとしている。結構です。はい、いいと思います。では、今度はですね、私が指を指すものの名前を言ってみてください。これは何でしょう？手袋。では、鍵。これは、タケノコ。これは、椅子。これは、飛行機。これは、提灯。はい、結構です。では、今度は、この書いてある、ね、文章を上から順番に読んでみましょう。はい。分かっています。地面に落ちる。仕事から家に帰った食堂のテーブルのそば、昨夜のラジオで話しているのを聞きました。はい、これは全く問題ないですね。じゃあ、単語の方をね、上から読んでみましょう。はい、まあ、はい、はとほほ、はい、ファイファイ、はい、東京、はい、かかくのり、はい、バスケットホール、ちょっと聞き取りにくいですかね。はい、そうしましたらですね、この紐の真ん中を、右手で刺してみてください。はい、これは問題ないですね。結構です。ではですね、今、伊藤さんの右腕に触ってます。今左腕に触ってます。今両方触ってます。目を閉じてください。どっちに触ったか言ってください。左、別の場所で同じことをやります。左、はい、結構です。先生、同一 CT の問診票と記載が終わりました。採血結果出てます。あ、はい、あ、腎機能正常ですね。そうしましたら、オメプラゾールとね、ダラボンを、開始して、そして、CT 血管撮影に行きましょう。はい、わ、はい、かりました。はい、黒島先生も到着したみたいです。あ、どうも。 CT 見ましたよ。見ていただきました。はい、早期虚血性変化もなく、アスペクト10点ですね。体重と TPA の近畿事故は？体重は69キロでした。はい、一応、胸のレントゲンでは、乖離などはありませんし、問診票の上でも TPA の近畿事故はありませんでしたし、TPA の同意も取ってあります。脳卒中以外の疾患は、除外されていると考えています。発症時刻からどれぐらい経ってますか？1時間5分といったところでしょうか。はい、ではもう一度血圧を測定して、グルトパ 4cc 常駐後時間36で点滴開始して CTA を行います。 MRI は治療後でいいでしょう。はい、私は脳血管撮影と血管血栓回収について家族に同意を取って準備をします。高橋さん、看護師と放射線科放射線技師の準備をお願いします。ありました。じゃあ CT 暗記をできましたけれども、どうも、閉塞がありそうだということで、右の中大脳動脈に閉塞がありそうだということですね。で、閉塞したままなので、血栓回収を行います。よろしくお願いします。じゃあ血栓回収が終わりました。MRI を取ったら血管は再開通しておりました。伊藤さん、どうですか？ありがとうございます。ああ、左手動くようになりました。素晴らしい。ありがとうございました。